なりこんな台があるともう嬉しくてしょうがないな。えビッグ 200? いやゴリゴリじゃん、100分の1です。これでいいじゃん、もう1人は取んないの？じゃんけんしようか最初はグーで、最初はグー、じゃんけん、ほい。じゃあもうこれで中チェではなかったですけどチェリーでしたね。100中ゲームチェリービッグ。単独のビッグ24。はい、114件。中間なのかな。今この台がちょうど5000ゲーム回りましたね。だから切りがいいんでちょっと一旦集計してみましょうか。投資がね今5000円ですね。最初から変わっておりません。で獲得どのぐらいだろうな、300枚ぐらいですかね。300枚400枚ぐらい。あちょっと悪くなってきた。 6.13 ですね。はい、ただまあもちろんやめるつもりはありません。まだだって BR ともに6以上ですからね。では引き続き打っていきましょう。そうかブドウちょっと落ちてきたのは気になるな。おラッキー、今ね止めてたのがちょうどタイミングが変わってよかったんじゃない。111ビッグ単独でしたね今ね。来たよ15単独レギュラー。なかなか近づけません。買った後のお店嫌なんだよ本当。一刻も早く買ってほしい。小林さん、まあ、ちょっとだけ遅くなったんですけど、その台返してもらってもいいですか？かちょっと待って、じゃあ俺見てこようか台。じゃあ嘘だよ嘘だよ嘘に決まってんだろ。相当値1万円以内でお願いしたい。そうですね、もう555ゲームまでに当たってほしい。508ゲーム、まあまあまあ投資7000円か。相当値ビッグでいいんじゃないかいん、俺はなんかちょっとレギュラーの感じがするけども、でいいんじゃないかい。今見てたろ。見てなかった。どのタイミングだ。中チェ中チェ。で26。レギュラー単独です。
20ゲーム単独かチェリーかわからないビッグ。いやー、やっぱ前回といい今回といい6号機の愛着はもう本当バカにならないですよ。これはレバーオンですね。今のはちゃんと見てました。9ゲーム単独レギュラー、レギュラーでがっかりしてちゃいけないね。こんなゲーム数でペカってくれてるんだから。おお、ひときわ力を入れたんですけどね。よし、よかった。やっとだよ。来ました、111。待ってたよ。32ゲーム来いった。なんかここ一番がレギュラーなんだ。いいんだけど、いいんだけどね。すげえな。47単独ベーグ、平均200。あ、ビッグが200分の1だ。今ビッグが200分の1ですよ。そしてレギュラーの方が3回多いっていうね。こんだけでも当たってれば何かしら、あ、プレミア来ても良さそうだけどな。28ゲームレギュラー、チェリーレグです。やっぱり36台もあるとやっぱ相当やっぱ力入ってるのかな。僕の遠い面にある台も6以上の確率で出てるんですよね。で今ちらっと見て気がついたんですけど、台番が555なんですよ後ろでね、ちょっとびっくりするのが昨日レギュラーが45回ついてる。ビッグが31だからビッグもまあ6だったんでしょうね。そして据え置いてるっていうね、これはちょっとすごいよな。中でずれてた。ナイス。わかんない。あ、そっか、93ゲームの可能性が。よし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 。
7ゲーム頼むよ、ビッグ頼むよ。よしよっしゃー、ひとまず現状プラスの位置に行きましたね。あと1回でビッグとレギュラーが並ぶ。ブドウ数えてみますか。さあブドウは445回で、6.2分の1、やっぱり上がってきませんね。まあやっぱ中間かなっていうところで、この台はここでやめて、多分ね今プラスだと思うんですよね。なのでちょっとコイン流してみたいなと思います。7000円だから330万ぐらいあるのかな。あ、余裕だ。はい、というわけで流してみたら580枚と意外とありました。で投資が322枚なのでプラス258枚と、まあ、初回の1枚プラスに比べたらだいぶ成長したかなと思うんですけど、2人並んで2人揃ってプラスだったらまあいい結果なのかなと。とりあえず小井さんに焼肉おごってもらおうと思います。うん、今のボタン有効時ですね。チェリー同時のあれぐらい、26ゲーム単独レギュラー、92ゲーム単独ビッグ、90単独あレギュラー、4ゲームペカッタな2ゲームです。4ゲーム今日3回目だね、この音楽ね。101単独ビッグです。さあもう閉店までほぼ時間がないので100を回してやめましょう。あ、76単独ビッグもうダメだ、もう乗らない、もう入らない。さあ、もう間もなく閉店時間なのでここで実戦を終了したいと思います。結果的には、まあ、ビッグ確率だけで194分の1でレギュラーの方が回数が多いんでおそらく 90ちょっと分の1、ボーナス合算がね、まあ6勝でブドウがね 6.05 分の1で1から5の近似値なんですが、さすがにこれだけボーナスが良ければ6と見て間違いないんでじゃないでしょうか。それでは流してみたいと思います。はい、流してまいりました。2638枚、投資が5000円で230枚なので2408枚プラスでございます。いや6すごい、はい、これでですね、自身3連勝ですね。初回だけちょっと負けちゃったんですけれども、で結論といたしましてはですね、今日のお店、設置台数が多いこと、稼働がいいこと、この2つがやっぱ特に良くてですね、そういうお店は本当に攻めどころだと思います。いやしかしジャグラーは面白いですね、破壊力もあるし、ジャグラー最高。